東名高速道路、厚木インターチェンジ付近から見る厚木アクスと、写真中央付近の青いガラス張りのビルが、厚木アクスとメインタワー厚木アクスとは、神奈川県厚木市岡田にある超高層ビル。設立時に厚木市と民間企業が出資した第三セクターの株式会社 ATP から変更が運営しているオフィス棟であるメインタワーを中心に、 ショップレストランなどからなっている施設である。メインタワーは高さが117メートルあり、付近においては唯一の高層ビルとして、神奈川県王におけるランドマーク的な存在のメインタワーには複数の企業がテナントとして入っている。当ビルは透明高速道路厚木インターチェンジ方にあり、車によるアクセスも良好である。運営母体となる厚木テレコムパークは、 国の高度通信情報拠点、テレコムタウン構想の一環として、1992年に厚木市、日本政策投資銀行、神奈川県など官民116団体が出資し、設立された。1995年にビルが完成し、厚木テレコムパークは9階までを管理が管理し、賃貸料を主な収入とすることになったが、 企業の入居が進まず、1997年には入居促進のために賃貸料を半額近くにまで割引を行うことになった。その後もなかなか経営状況は改善せず、2001年度決算において債務超過という状態となった。2005年11月29日には民事再生法の適用を申請した。この時、 厚木テレコムパークを支援する企業が提示した条件として厚木市の出資分について100%減資と市税然退金の全額免除が求められた厚木市が試算した結果再生計画案が成立した場合の税収の方が破産となった場合の回収金額よりも高かったことなどを理由にこの条件を受け入れることになったその一方 徐々に入居企業が増加した結果、厚木テレコムパークについても2001年度決算では、単年度黒字となっており、2006年時点では、就業人口が5000人を超えている。なお、就業人口の増加に伴い、最寄駅の本厚木駅からの路線バス通勤者も増加。平日には、朝のバス待ちの行列が150メートルにも及ぶ。ことから、厚木市と神奈川中央交通では、 厚木アクストへの路線バスに収容力の大きい連接バスを導入することを決定。2008年2月4日より連接バスの運行を開始した。2012年7月、社名を株式会社 ATP に変更した。白を基調に青色のガラス張りのビルなど多数。2002年7月20日の毎日新聞。三席厚木テレコムパーク。 累積損失54億円市と金融機関に支援要請によるタウンニュース2006年7月14日号による厚木市公式サイト厚木テレコムパークの民事再生についてによるタウンニュース2008年1月11日号によるありがとうございます。